この L のロゴが入ってるのがメンズで2パターンで、レディースがこの水色グレーブルーグレーみたいに紫の刺繍と、あと無地の白に紫のロゴが入ってるのがで2パターンがレディースです。かわいい。何色ですか今着てる？紫です。メンズランクも置いてるの？置いてます。基本的にあのメンズウィメンズ2サイズあるのでメンズの方も着てます。明日もいます。メンズの黒の大きめの黒 T ありますよ。少々お待ちを。黒 T 半袖だったらこれですね。これも5500円です。バケハー被る時の髪はバケハーだったら、何でも合うと思います。私があの被ってる写真ないか、あるか、ちょっと待ってください。僕男性だけど女性のまま分かりました。そうですね、男性の方でも丈長めがいいとかだったら全然でビメンズのサイズでも感じとか、あ、こうやってさ髪結んでかぶっても変わると思います。メンズを女性が着たら袖長いですか？袖長くないけどちょっとだけなんかたまるけど、これメンズ、これメンズです。なんかこれぐらい、ちょっとだけ。私が今着てるのはこれ何サイズだ？これはあのウィメンズサイズのこの新作のやつです。昨日一番人気の T シャツでしたかね。あのフリルがついてるロングのワンピースも昨日人気でした。黒のワンピース何を合わせたらいいですか？靴ってことかな。昨日のイベント新作見ることはできるけど注文できるのは11時まで。ウェブ、ちょっと待ってください。はい、ちょっと確認しますね。今日2回行ったんだけど覚えてくれましたか？もちろんです。予約制じゃないです。完全に自由です。長いワンピースの靴どんな、私あの上が T シャツ生地になってるので全然スニーカーでもなんかラフな感じで可愛いと思いますし、あとはなんかこういう私が今履いてるようなごついブーツでも可愛いと思うし、夏に着るとしたら下サンダルとかでも何でも合うと思います。葵ちゃんが今着てる T シャツは何色がおすすめですか？色展開が今着て私が着てる T シャツがちょっと待ってくださいね。この
の3色なんですけど、私は個人的に紫が好きなので紫がおすすめかなって思います。後ろは無地ですね。トートバッグは下はもう買えないですね、販売期間終わっちゃってて。またバッグとか作れたらいいなって思ってます。緑の服ってありますよ。あの販売期間あさっての午前11時まででした。明後日の午前11時までなんで、ぜひゆっくり見てください。あ、これ緑のちょっと色味がちょっと見にくい。これが緑でした方が色味分かりやすいかな。髪の毛の色さ、めっちゃ明るくなってない？なんかこの間ピンクに染めたんやけど、髪の毛切るか伸ばすか迷ってて、どっちがいいと思いますか？あさっての11時までなんです。バケハは白と伸ばしてほしい、ショート伸ばす。ホワイトと買うとムカブカって感じじゃないですか。ブカブカじゃないです、なんかブカブカじゃない、ちょうどいいくらい。短い方が好きです。ロング好きです。え、ロング1、ショート1、ちょっと待って、ちょっと待って、何の長さがいい？ショート、ボブ。短い人が多いね。だってやっぱ短いイメージがあるのかも。伸ばした方が絶対可愛いと思います。もう再販ないですか？え、どの商品から？バースデーコレクションのことかな。結構そう、髪明るい、すぐ色落ちちゃう。28分してるんかも。後でインスタ更新するので見てください。今くらいがいいんじゃないですか。馬がいいかな。
今着てるのはこれはビメンズかな、長い丈の方着てるんですけど、インするならメンズでも全然いいかなと思います。リップ塗ってるけど多分もう全部取れてる。また会えるよね、また会えます。メンズもあるんです、メンズもあります。基本的にユニセックスブランドになってるんで、メンズももちろん着れます。何時までやってる？イベントがですか？今日は7時までやってます。今着てる T シャツ出すと、1枚で着れる丈です。ロンティーのシリーズとか、ロンティーも今販売してますよ。明後日の11時、朝の11時まで販売されてます。出しても可愛いね。バースデーコレクションの再販はないんですけど、すいません。では長々と見てくれてありがとうございました。今どこにいるんですか？今はそう展示会の会場にいます。住所、この住所の場所にいます。ネットでも買えます。私多分ストーリーに URL とか貼ってるので、ぜひ見てください、チェックしてみてください。展示会は入れるんですか？7時までだったら入ってますね。この T シャツは5500円になります。明日会場迷わないか心配です。 A3 出口から徒歩本当に 2,3 分なので、気をつけて来てください。明日来られる方は、明日も私イベント時間とかいるので。では今日も多分30分ぐらいかな、見てくれてありがとうございました。ではまた、今日もまだお待ちしてるし明日もお待ちしてます。青田におすすめ聞いたりとかして送られてくれる、もちろん。では今日も見てくれてありがとうございました。なるちゃんがずっと見てくれてる。頑張ってね、ありがとうございます。アーカイブ残してほしい。じゃあちょっと限定で残そうかなと思います。お手紙読みます。ありがとうございます。それ今から行くけど30分に着いたら会えない？いや、私はいるのでもしかしたら会えるかもしれません。
待ってます。 L の不要服実物で見てほしいです。今号泣、え、泣かないでよいつか会えましょう。では今日も見てくださってありがとうございました。私の手紙も読んでほしい。ありがとう。読みます。今度行きます。待ってます。ありがとう。ではバイバーイ。切ります。バイバーイ。